朝食をお持ちしました。おはようございます。今日はお早いお目覚めですね。それは良いことですね。この調子で明日からは規則正しい生活を送ってほしいですわ。それでいかがですか。マリアお嬢様のことです。お会いになった感想などよかったらお聞かせください。この時期に突然この場所に現れたのか、彼女の来訪は何か理由があると思います。相変わらずドクターは緊張感に欠けていますね。なんかもう慣れてしまいました。それでは朝食の準備をさせていただきます。おじいさま、とっても素敵なベッドね。満足してくれたようだな。マリアのために新調したんだよ。うん、とっても満足。おじいさま、本当にありがとう。マリアは素直でいい子だな。おじいさま、そろそろお花畑に行ってもいいでしょ。お花畑か。しかし、あそこに行くには森を通らないといけない。一人ではちょっと危険だな。ダメなの？心配することはない。マリアにはそのためにボディーガードがいるのだからな。ボディーガードと一緒じゃなきゃダメ？こらこら、マリアらしくないぞ。そんな当たり前のことを聞いてはいけないな。そんな。だだだっこかな。
これ引き分けなさい。お前はその辺の娘どもとは違うのだ。マリア。なんだ。どうしたんだ、マリア。痛いよ。痛い。お腹が痛いのか。ドクター、いいところに来てくれた。マリアが、私の、マリアが。
と。マリア。おじい様。もう大丈夫なのか。私はお前のことが心配で心配で。もう大丈夫みたい。ドクターのおかげなの。ドクター。お手柄だな。それこそこの島へ呼んだ甲斐があるというものだ。しかしなぜ、一体どうしてマリアがこんな目に。よもや何者かが毒を持ったということはないだろうな。何？では。食中毒。あ。まさか、まさかあれなのか。グルーチョの言ってたあれか。うん、あやつが言っておったのだ。マリアのために特別な食材を用意すると。ぐはー、大量大量。へこずらせよって。しかし甘い、まだまだ甘いわ。うりゃぬるい、これ式のことで伸びるとは。ぬるい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 んじゃ。うわあ、だりゃグルーチョのやつめ。しかし調理場はやつのテリトリー。いかに私であっても口出しすることはできん。どうしたものか。おじい様、別にいいです。その料理長さんも私のことを思ってわざわざ用意してくれたんだもの。叱ったりはしないで。おお、マリア、お前はなんと優しい子だろう。聞いたか、ドクター。ならば、是非もない。今回だけはマリアの優しさに免じ、やつを許すとするか。マリア。はい、おじい様。すまなかったね。
してないよ。おじい様もドクターも本当にありがとう。特にドクター感謝しています。いい仕事を見せてもらった。マリア、戻るとしよう。